豆腐カステラ豆腐カステラは秋田県南部の郷土菓子の一つで豆腐をカステラ状に加工した菓子。豆腐カステラの表記は主に菓子屋によるもので豆腐屋ではひらがなで豆腐カステラと表記されていることが多い。食材の豆腐と同様印象の良くない符の字を避けて豆腐カステラと表記されることもあり土地によっては豆腐随線とも言う。 水気を絞った豆腐に砂糖、卵、塩などを加え、四角い型などに入れて、カステラ状に焼き上げて作られる。砂糖は、カステラのように甘みをつけることに加えて、防腐効果も兼ねており、本来日持ちしない豆腐も、豆腐カステラならば一週間ほど保存が効く。バリエーションの一つ。くるみ入りの豆腐カステラ。秋田県内ではお茶受けや、年越しの行事食として親しまれており、 観光葬祭、お盆や正月など、人の集まりに振る舞う菓子としても欠かせない。かつては各家庭でも作られ、近年では県内のスーパーマーケットでもごく普通に販売されており、秋田育ちのものにとっては馴染み深い食品である。特に県南地方に豆腐カステラの愛好家が多く、県外から盆や正月に帰省してくる。 秋田出身者にとっては、土産商品としても人気がある。平成以降は、フルーツ味やコーヒー味など、味もバリエーションに富んでいる。秋田県外のものにとっては、菓子状に甘くした豆腐は、馴染みがなく、菓子にもおかずにもならないなどと評判が良くないこともある。江戸時代末期に、すでに存在していたと言われるほど、豆腐カステラの歴史は古い。 カステラの主原料である砂糖や卵が高価だった。時代には一般家庭ではカステラを味わうことができなかったことと新鮮な魚介類は入手困難だが、畑作の盛んな秋田南部では大豆もまた重要な作物であり、豆腐をご馳走として特別な日のもてなしに用いていたことから豆腐を加工してカステラ状にすることで豆腐カステラが生まれたと考えられている。また、 戦後間もない頃に料理人の作る豆腐カステラを見よう見真似で覚え、市で売ったところ好評となり、更新のものに伝わることになったという実例もある。ことから、観光総裁用の特別な料理が、戦後の朝市などを通じて一般化し、日常的な料理へ変化したという説もある。昭和中期までには、秋田各地には、町料理人と呼ばれる大勢の女性がおり、宴会などで、 板前やコックの代わりとして、豆腐カステラなどを作っていた。調料理人は、男性もいたが、ほとんどは女性だった。これは、砂糖が高価だった時代、男性が着物に砂糖を隠して盗むことが多かったために嫌われ、一方で自由に着物の帯を解けない女性は砂糖を隠すことができないとして、雇い主にとっては好都合だったとの説がある。2008年には、 日本テレビ系列のバラエティ番組、秘密の県民賞でも秋田名家として取り上げられた。2009年には東京都千代田区の秋田ふるさと館でナンバー1の売れ行きを記録している。ありがとうございます。